かなり行ってきます。5時くらいに行く。今1時くらいです。あ、なんか成田空港で働いている。今休憩中なので、ドロバのモデルっていうも終わりから対話してます。あ、ですよね。実はじゃあ一言コメントください。まあ、頑張ってください。おありがとうございます。もう撮影始まってる。適当に遅れてきました、すみません。挨拶から。日本を出国しました。ちょっとね、あまりの厳しい査問にちょっと心がくじけそうなんだけど、まさかあんな入国審査厳しいとはね。あちらが境界線でございます。やっぱりね、みんなもう疲れ切ってるよね、入国審査の厳しさに。で、ここはじゃあもう日本じゃない。もう日本じゃない。でも俺はここ日本だと思うんだよね。まあまあいいよそれは。哲学的な下りはカットされました。あ、綺麗に3人並んでる。グーミ、たとえ全部表記が英語でも我々はカタカナなのだ。グーミ、うちのレーベルはずっとうちらをローマ字表記している。え、今のオフレコでお願いします。さあ、琴音ちゃん、はい、なんかいいね、はい、外人っぽいね。本当？メガネが。どうすればいい？メガネが。琴音ちゃんでもなんかアメリカンハイスクールに通ってる感じがするよ。感じがする。どうすればいい？ん？どうすればいい？じゃあ、いっそドラマ出ちゃう？今回いっそドラマにしちゃう？ドラマにしちゃう？それいいね。じゃあドラマにしよう。ドラマにしよう。ハイスクール。じゃあボリューム4、5ぐらいでちょっと飽きてきたなって雰囲気出てきたら、琴音ちゃんだけを編集してドラマ作ろう。ごめん、この間のやつでもうね、亀田くんが主人公になっちゃったんだよ。あ、そっか。そうだね。完全に。制圧するみたいなね。展開中武道会。じゃあ、カノンさん行きましょうか。行ってきます。本日の隣に、はい、グーミの藤井さんが、藤井藤井です。噛んじゃった。あ、もう一回グーミのビスの藤井です。はい、どうぞ。8時間はい、8時間よろしくお願いします。楽しいですね。Thank you.
美味しそう。うまい。これどうやるんですか？よくわかんないけど、なんか適当に切ります。超いい眺めだな。やばいな、これこれ超やばいな。すごいよ、川って。あれ何、湖、超でかい湖だな。すげえいい眺め。すげえ、すごいよ。いやー、豪華、超絶豪華だよ。わずかな。あ、すげえ、私の一番面白い漫画。あのね、こっちの方がいい。マジで壊れてる、壊れてる。とてもビョンって動くよ。うん、無理だよ。離してもいい、動いてもいい。起きた。これね、今ね、お金払ってない時は全然ね、関係ないんだよ。関係ないじゃん。関係ない。関係ない。全然ね、この状態何やっても大丈夫。ロマンティック、そうだから、ね、スポーツ、トントだったね。ロマンティックたくさんあるんだよね。こっちの辺はさ、すごいな。こっちの方が。ないんだよ。観光、これ、そう、寒いよ、思ったより、もう寒いよ。よかった、しまった。ツアー観光しないと。そして、ウォーターフロントに近いのにトイレがない。ライブやったら、もうそこを言おうみたいな感じですね。困りますね。それ寂しく回るよ、俺たちは。やったら寝れたみたいな。そして、どんトイレが溜まってる。逆です。Thank you.